そうですね、学生の時に、私はですね、建築学科に決まってから、ほとんど最初の頃から、最初建築学科に決まった時には、建築家と呼ばれる人が、衣装も構造も設備も全部やってるんだと思ってたんですけども、入ってみたら、衣装構造設備で分かれているということが分かって、じゃあ俺は構造だなっていうのは割と最初からあったんですよ。で、そういうこともあって割とその構造をいつもその、見ていたようなところがあって、勉強作品を雑誌とかで見ているときにも構造を見てたりとか、実際建物を見に行ったりしたときにも、この柱どのぐらいの太さかなというこうやって測ってみたりとかっていうことをやってました。で、一つ良かったかなと思うのは大学院のときにですね、実際に小さな、住宅兼アトリエみたいなものを設計する機会があったんですね。構造設計する機会が。でそれをできたことがすごく建物を、がどうやってできているかをイメージしながら研究をすることができたというのはすごく大きくて、実際今そのうち、でアルバイトしている学生たちもいますけれども、そういうそのイメージを持ってですね、勉強だとか、もしくは研究だとかができるとすごく、いいかなと思いますね。そうですね、前回プレワークショップなんかも見ているとですね、学生たち最初に考え始めた、始める時という時に、やっぱり紙にですねスケッチを書いたりして、考え始めるんですが、なかなかその案に結びつかないんですよ。で、まずはその素材を触ってみるとか、何か形を作って、こんなものができる、どんなものが できる可能性があるかみたいなところを探るみたいな、その手を動かすというところを大事にするといいかなと思いますね。なかなかそうならないんですよ。そういうことができないんですよ。で、それはそういう発想を持たないといけないんですけれども、で結構ですね、くだらない、何かその、アイディアから、何かがこうポロッと生まれる時が、ありますから、何かがきっかけになって、いいものへ発展するみたいなところがありますから、そういうそのくだらないスタディをだとか、まあ、スケッチもそうなんですけども、くだらないスケッチもいっぱい書くといいと思うんですね。で、そんな中からポロッと一つ、生まれる時があるので、そういうものを大事にしてほしいなと思いますね。